もエラマプロジェクトの石原由美ですエラマプロジェクトは幸福度の高いフィンランドの文化習慣をベースに人生の分岐点にいる人たちに私とか豊かで幸せな生き方を見つめる時間や空間を作ってサポートをしていまます具体的にはまず講座を開催しています。 フィンランド式生き方キャリアデザイン講座というのをメインに私自身とかそして自分の人生を見つめるっていうのを習慣化していくようなそんなフィンランドの人たちがどんなことをしているのかなっていうのをお伝えしたり実際体験したりする講座を毎月開催をしています。そののの他にも北北欧欧教育講講座座だったり北欧のサステイナブルな生活講座 そして北欧のサードプレイス講座あとはフィンランドの文化習慣講座など月に8種類以上の講座を開催していてオンラインとかあと東京大阪を中心に定期的に開催をしていますもう少し状況が落ち着きましたら全国各地でも開催する予定になっていますあとエラマプロジェクトではツアーを開催しています フィンランドに実際行ってみて豊かで幸せな生き方の生活を見てみるようなそんなツアーを作ったりあとは日本国内でも豊かで幸せな生き方の種を見つけるツアーということで去年は高山に行ってツアーを開催しましまたエラマプロジェクトではこの他にも YouTube チャンネルの動画を作成していって。 様々なアプローチでエラマの世界観を持って豊かで幸せな生き方の発信を続けています私石原由美がフィンランドと出会ったのが一番最初きっかけですフィンランドのまあ教育視察とか福祉関係の視察に行ったんですけれども その時に、まあ、施設そのものもすごいと思ったんですが一番私が印象的だったのはフィンランラドのの人たたちの生活にありました自然と共生する文化だったりサウナで自分一人で対話する時間を設けていたりそんな人々の姿を見てこの幸福度が高いフィンランドの人たちっていうのは多分自分を客観的に見つめる力が強いんじゃないかなと感じました。 そんなことがきっかけで日本でエラマプロジェクトを2017年に立ち上げて今3年を超えてプロジェクトを進めています。今後はエラマプロジェクトの姉妹ブランドというのが続々と登場する予定になっています。身近にエラマがあるとか、 今私エラマしてるんだよっていう風な言葉が浸透するようなそんな社会を目指してエラマプロジェクトをやっていきたいなと思っています皆様のご参加をお待ちしています。